どうも、マッシーです。今日も楽しく法律を勉強していきましょう。今日のテーマはこちら、ビットコインゴールド事件です。一般人でもビットコインを容易に購入することができるようになりましたが、その仕組みがどうなっているのかを調べてみたところ、公開鍵と秘密鍵の組み合わせたシステムを用いているところが画期的だというところまで分かりましたね。ビットコインが民主的な通貨を目指すという表向きの目標があると同時に、国家から偽札を作っているのではないかという通貨偽造罪の適用を免れるために、中央集権的なサーバーを置かないブロックチェーンが用いられているという話があります。またこのビットコインのブロックチェーン上で発生したビットコインゴールドをめくって裁判に発展した事件があります。一体法律上どのようなことが問題となったのか、この点を知っておくことは皆さんの人生にとってきっと役に立つ知識になると思いますので、最後までご視聴いただけたらと思います。ではどんな事件だったのか見ていきましょう。平成29年10月24日にビットコインのブロックチェーンにおいて仮想通貨のアップデートを意味するハードフォークによりシステムを変更した新しい通貨であるビットコインゴールドが発生しました。コインチェック株式会社に対して 2.5657 ビットコインを保有していたものが、ハードフォークによって生じたビットコインゴールドが自身に付与されていないとして、コインチェックに対して 2.5657 ビットコインゴールドの移転を求めて提訴しました。ビットコイン保有者は、コインチェックと交わした契約によると、その8条3項に、当社は登録ユーザーの要求により当社所定の方法に従い仮想通貨の送信に応じますと書いてあり、ハードフォークによって生じたビットコインゴールドはこの仮想通貨に該当するので、コインチェックは私に対してビットコインゴールドを移転させるべきだ。また民法88条により、ビットコインゴールドがビットコインから生じた果実と考えられるので、コインチェックは帰宅物から生じた果実の引き渡し義務を負うはずだと主張しました。これに対してコインチェック側は、そもそもビットコインゴールドをビットコイン保有者に移転させる明示あるいは目次の合意は存在しません、現に規約の8条3項にもビットコインゴールドと明記されていないじゃないですか、またハードフォークにより生じた新コインを移転するには新たな仮想通貨を取り扱う場合以上の極めて困難かつ煩雑な作業が必要で、不正プログラムが仕組まれて旧コインが盗難される危険性や、新コインの送信を行う際に旧コインも送信される危険性があるので、コインを安易に送信することはできないのですと主張しました。そこまで。これらを受けて東京高等裁判所は、今回の契約において原告と被告との間でビットコインゴールドを含むハードフォークにより生じた新コインをビットコイン保有者に移転させることを明示的あるいは目次的に合意したものとは認めることができない。
ハードフォークにより生じた新コインについて、一般社団日本法人仮想通貨交換業協会への事前届け出をしないまま取り扱ったりすることは、それ自体仮想通貨交換業者としてのコインチェックの事業継続を困難にさせる恐れがあり、また安全性安定性の確保という点から問題のあるものと言わざるを得ない。よってビットコイン保有者の請求を棄却すると判決を下しました。今回のケースで裁判所は、ハードフォークにより新たに生じたビットコインゴールドについて、顧客が何らかの権利を有するのかどうかについては、当事者間に移転の合意があったかどうかを元に判断すべきとしました。まさに Web3.0 というブロックチェーン技術を活用した分散型 Web 世界が到来していますので、今後も既存の法律の枠組みでどこまで対応できるのか、その限界がどこにあるのかということを追求してみたいと思います。以上、エンタメフォークでした。ではまた。